山田直樹のキャンプ飯。全然喜ぶ、嬉しそうじゃないよ。なんで俺の飯付き合わなきゃいけないんだよみたいな顔してるけど。キャンプ飯ってそっちのキャンプ飯なんや。なんか直樹がオフになんか山行ったんかと。俺ソロキャンプができないから。こっちのキャンプか。キャンプしてんの？キャンプしてないですけど。いや、してねんかよ。キャンプ飯って聞いたらなんかサバイバルのイメージですよね。俺サバイバル生き残れねえから。自分でなんかね、作ってるんかなと思ったら。阿部くんが始めようとしてると噂のなんか誰かと雪山行こうぜみたいな話してたよ。レベル高すぎだろ。ちょっと写真見る前にちょっと言い訳だけさせてもらっていいですか。写真撮ってって言われるんだけど、毎回持って最後の方にやべえ写真撮んなきゃいけないってなってて、綺麗、もっと綺麗に盛ればよかったっていうのがすごい心残り。まあそれは言い訳やと思います。いやいや、もっと。でも頑張ってたなと思うのは、なんかご飯結構最初に来て、一番乗りぐらいで来てもうあのセットしてんのに、なんか全然食べ始めへん。でなんかどうしたんですかみたいな、生姜焼きまだ来てないから。で俺なんかもしかしたらなんか栄養士の人とかに写真撮って意識高く送ってるんかなと思ったら、これって言ってたの。そうキャンプ飯企画のために体張ってたよ。そうよマジで。ほんと5分ぐらいこうやって置いといてずっとこうやって待ってて生姜焼き来ないかな。生姜焼き来ないかな。写真撮ろうにもさ、生姜焼きのスペース空いてるわけよ。メインが空いてるからめっちゃ朝ダサいからさ、聞くの早すぎじゃない。でもなんかさ、飯の時間の30分前ぐらいにもうみんな行ってさ食べてるからさ、早い人早かった。それで言うと朝ごはん、朝ごはん朝ごはんはね、あれ10分かかるからね。10分なんか散歩するんですけど、散歩して外のホテルの周りで散歩してストレッチして、で終わった人から終わったら、はい、じゃあご飯行こうって言って、でご飯までまあ 200m ぐらいあるか。いや、もっとあるし、400m。 そこにすぎやけど。いやいや、まあまあ、まあ、まあ、でもまあ徒歩3、4分はあるんですよね。だからみんなでも早く、朝は眠いから早く食べたいから、みんなストレッチとかもできるだけホテルの入り口に近いところにこうスタートして終わった瞬間、みんな今日の今日のやってるのかビュッフェだからね。1人1列並んでいかないといけないから。そう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 、時間かかる。で選手とスタッフ合わせて50人ぐらいいるもんね、多分。いるっす。で1番目と50番目じゃ、本当朝の10分15分違うもんね。あれは俺はもうベテランの力使って相当前行ってね、俺は。俺らも諦めてました。いや、前行きたいけど行きにくいんすよね。でもいるじゃん、なんか街のみたいなのとかさ、あいつがいつも来てるじゃん。やめつく行ってたけど遠慮したっすね、俺たち。なんかうまく真ん中よりちょい前らへんに入れればいいやみたいな。それでも、ね、もう最後の方とかもストレッチの時とかはいはい、俺らが奥行けばいいんでしょみたいな。頭でかい。ヤマトが薄いとらしいから野菜大好きです。自然の恵みに感謝し、いただきます。2日目にしてはめっちゃ豪華じゃない。豪華ね。豪華だよね。まあ、とりあえずご飯美味しいよね。ご飯美味しかった。めっちゃ美味しかった。それだけでなんかキャンプの充実度はだいぶ変わってくるよね。うん、結構楽しみにしてましたね。ね、毎食ね。毎食。であとなんか鍋みたいな。ね、あれも去年なかったっすよね。去年いや一回やって。あった。そう。確かに1回ぐらいだった気がする。今回結構あったね。結構あった。結果から。あの鍋あるだけでやっぱテンション上がるよね。いやめっちゃ上がる。めっちゃ上がるけど、その分なんかそのメンバー変えなあかんから、こいつ鍋いるから。ビュッフェもさ超一列だからさ奥の見えないじゃん。それ言おうとしてた俺。手前で取りすぎて、そう奥に戻ったの。めっちゃいいのあるじゃんみたいな。おかず多い時あるもんね。そう。あれちょっと報告欲しいよね、うん、前の人が。先になんか写真撮って。あ、そっか。前の人言ってくれたらいいか。で俺個人的に乳製品と卵取らないようにしてるからさ、これでもさ十分なように見えるじゃんおかずの量、でも卵とか乳製品使ってるものは取ってないから、みんな もっと食べてるはずだよ多分。確かに、うん、僕は結構苦しかったのが、苦しかった苦しかったのが何の話。うどんとパスタが来るんですよね。でうどんと、まあ、さっきの話ですけど、うどん取ってこう、あっパスタあるみたいな。うわパスタも食べたかったみたいな時とか、両方食わないの。そう、ね、食べたいけどなんか食べ過ぎても体重くなるかなとかちょっとだけ意識して、うんうん、まあ一回一周した方がいいんですかね、奥まで行って。コーチの人とかみんな一回見て何あるか確認してから並ぶようにみんなしてた。あ、確かに、うん、
コーチ陣は選手に前譲ってくれてるし、前譲ってくれたね、その分結構分析できるんですよ。そう、みんな分析して飯何とか考えてコロコロステーキね、ステーキめっちゃうまかったな。美味しかった。あ、っていうか鹿児島フルーツがめちゃくちゃ美味しかった。いや、美味しかった。なんていうか、いちごめっちゃ出たっすね。あと何だっけ、ポ、デ、デコポン、デコポン、デコポンって何と思って。え、デコポン知らないの。大野和也くんめっちゃ喜んでましたよ。なんかデコポンこんな食えるの幸せだわとか言って。ミニトマト4つってこだわりなんですか。いやいや、トマトトマトとブロッコリーはめちゃくちゃ意識して取るようにしてて、夜ご飯はブロッコリーがなかったから多分あんまり映ってないんだけど、毎食3以上は取るようにしてて、あとフルーツはたくさん、うん、でブロッコリーとか取りました？いや、夜ご飯 ないんだよ。え、そうでしたっけ。そうだよ、だから俺毎回だからサラダ毎回ずっとこれだよ多分。ああ、そんな意識してなかったっすね。意識してない。もうトマトとコーンだけ入れてた、とりあえずいっぱい。俺はもうトマトとブロッコリーはある時はもういっぱい食べるようにしてたから、うん、まあ、まだまだ食に関してあれだね、興味があんまないね。感覚っすよね。あ、そうだよね。タンパク質で、あ、ビタミンみたいな、うん、炭水化物で、うん、まあ確かになんとなくのバランス考えてる、うんうん、でも自分の体を知ってなんかやるともっとさ、確かに。あと自分がどれだけ食べたらいいのかも、うん、あ、でもよく分かってないですね、まだ。胃もたれとかしないでしょ。胃もたれしないですけど、ちょっと食べ過ぎたなみたいな、取り過ぎたなとか。それ夜次の日まで響く？は響かないですけど、うん、じゃあいいんじゃん。間とかでもなんか僕ちょっとしか食べへんかったら不安なんですよ、うん、なんか練習前とかお腹空いたら最悪じゃないですか。それってエネルギーもしかしたら足りてないんちゃうかなとか思って、ちょっと取り過ぎて、うわ食べ過ぎたみたいな後悔が多かったんですけど。ちょっとずつ取るっていうのもあるらしいよ。最初にスープでちょっとお腹温めて、はい、胃温めて、サラダを取って、はい、で次メイン取ってご飯とご飯のお供取ってフルーツみたいな。そうだから一これいっぺんに持っちゃってるけど。そうですね、いっぺんに持ったら途中でなんか、そう、残すのも申し訳ないしさ、あれでも取りすぎちゃった、でも残すの申し訳ないから食べなきゃってなるじゃん。でその順番に食べるっていうのも一つの案かも。ドレッシングついてます。ノンオイルの和風のやつつけてます。あ、でもいっぱいありますよ。オリーブオイル、ごまどれとかオリーブオイルとか。正直体のこと考えたら、そのエゴマとかアマニオイルに塩がいいんですけど、ちょっと面倒くさかったです毎食後ろからのプレッシャーがすごいんで。わかる。僕ね、このキャンプでオリーブオイルに塩コショウをサラダにかけたらめっちゃ美味しいこと。塩コショウ、塩とコショウ、コショウ、コショウいらんのかな。でも大野和成くんがサラダはシンプルが一番だよとか言ってきて、それカズ、カズくんの癖だよ多分。オリーブオイルに癖出してるよ。あ、じゃあコショウはいらんのかな。まあオリーブオイル、コショウはいらないんじゃないか。でもオリーブオイルに塩みたいなのをこのキャンプで学んで、最近それ、うん、オリーブオイルに塩美味しいよね。塩入れんだ、オリーブオイル。オリーブオイルだけじゃ味ほぼしないですよ。いや、もうしないけども、全然。お前変だよね。どこで。いやでも、いや違う、だからあ、多分俺は海外に行ってなんかパンにもオリーブオイルつけるとか、そのもうオリーブオイル美味しいですよね。そう、でもオリーブオイルと塩って、うん、さっき言われたみたいに二度やから、うん、後ろからの圧があるよね。すごい。俺も絶対遠征の時はそれだけど、今回プレッシャーすごいからもう負けられるやつで、たまに僕は妥協して和風ドレッシングで済ます時もあって。でしょ。でもその時は後悔する。俺だって、でも一番前だからさ、後ろからすごいよやっぱ。あ、そう。それはでも前の宿命っすよ。まあまあ確かに。一手間本当はかけた方がいいんですけど、僕はちょっと後ろからのプレッシャーに負けてたんで、ね、和風のオイル。はい、上のあの、あれ何だろう。ホタテ、ホタテ。ホタテこれ一番美味しかった。これね、知ってます？1年に1回出るんですよ、キャンプで。去年も1回出す。今年も結構序盤で出て、ホタテめっちゃ好きやから、3本くらい食べたんですけど。でもなんかエビとかホタテ類のなんか似たやつ結構出てる。次元ちゃうから、このこれだけは。なんかこのしかカップ で中にちょっとガーリック、バジルかな、バジルがホタテにかかってるのがすごい美味しくて。ほんまに。じゃあキャンプで一番うまかったのこれって言っても果言ではない。てかそれぐらいの役割を果たしてくれてる。そうだね。1年に1回なんだ。1年に1回です。なんか2回来るかなと思ったら早めに来たからね、うん、やっぱ出してくれないです。そうなんだ。そんな甘くはなかった。疲れた。まあほんまに全部まとめたらそうだね、大変でしたね。でも充実はしてましたよね。今回二部連がちゃんと二部連だったからね。そうね。大体途中からもう一部でしょみたいな感じだったのに、今
今年はずっと2部やってたしね。コウスケが言ってたなんかキャンプ史上一番きついわってなんか本音が出てたから多分やっぱきつい、うん、雪も降ったし。確かにあの時スタッフの人たちが一番大変そうだったよお前。合宿の中で一番午前中に雪かきしてくれて鹿児島で雪降るって思いましたけどね。初めての俺も指宿何回目ぐらいだよ。10回まあ行かないぐらいだと思うけど初めて雪降ったすごいっていう。裏の時も指宿だったから、あそっか。だけどこっち帰ってきたらもっと寒かったから。そうね確かに結局向こうも寒いんじゃないみたいに言ってたけど、ね、みんなねこっちの方が寒いよみたいに言ってたけどね。帰ってきたら実際寒いね。こっちの方が寒いよねやっぱね。うん冷えてる。いいところでやらせてもらってたねキャンプ。確かに帰ってきてねありがたみは分かったかな、うん、向こうの鹿児島あったかいです。まあ、なんか変わったものを撮ってるたものはないよ多分。だから俺あでもあれじゃないですか。何カンパチじゃないですかこれ。違うあカンパチのしゃぶしゃぶね。あ美味しかったねこれ。まあでも夜ご飯だからやっぱ炭水化物はそんなに取らないようにしているから、まあ、これ今も映ってないけどそういうの考えてないな俺。でもなんかよく聞くのは、うん、炭水化物も取るけど、まあ、夜ご飯とかは今言われたみたいにちょっと抑えておかずでいっぱい量取るみたいな、うん、できれば1回にいっぱい食べるんじゃなくて本当はちょっと分けて食べてた方がいいんだよ、ね、3食じゃないってことですか。そうなんかそうそうそうなんか5食とかにした方がいいって聞いたことある。1日めっちゃ大変じゃないですか。何食なんですか今家。3食だけど間食をするようにしてる。え例えば何食べるんですか。だから今だったらフィッシュプロテイン末広さんのとか練習終わってすぐ食べて筋トレして、うんで飯食ってで3時とかにまた何か食べて、うん、和菓子とかだったら和菓子とか食べて。よし君とかなんかよし君の部屋行ったら寝る前にプロテイン飲む。なんかプロテイン何個も持ってて練習後用筋トレ後用で寝る前用とか3個ぐらい持ってて、それもあるじゃない5食にするためのみたいな。そうなんか夜寝る時に栄養ってないからそこで飲むことによってそのプロテインはなんかこうゆっくり体に吸収してくれるみたいな。1回で吸収できる量って決まってるじゃん芋、うん、どれぐらいかは分かんないけどさ、はい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 、だからなんか分けて食べた方がいいっていうのは言うよね、うん、いやまあ食べる人は食べるんじゃない、うんまあ、どう食べてた。チョコとか持参して持ってって、うん、夜とかあの食べたりとかあとコーヒーがあってでなんかノンカフェインコーヒーとか夜だと置いてくれててでなんかコーヒーと一緒になんかちょっとチョコ食べたりとか。僕は去年はなんかお菓子結構食べたりしたんですけど今年なんかキャンプの最終日ぐらいに大野和成くんとそういえば俺らお菓子食べへんかったなみたいな。あ意識してじゃなくて。いやじゃなくて何か夢中になったのか疲れたのか充実してたのか分かんないですけど振り返ってみればお菓子食べてないな。一応持ってった持ってった持ってってもないです。でもあ売店で買ったじゃないですか、ね、でもなんか買わんくてなんかめっちゃヘルシーな生活したなみたいな。でも6時か6時半だったじゃんご飯。だから俺バナナとか持ってったっす、ね、夜そう太陽も夜寝る前に何か口したにした方がいいよ。あそうなんですか、うん、あれですよね夜ご飯から朝ご飯までの間が一番空くっていうやつ。だからじゃあ俺今日とかも帰ってバナナ寝る前バナナとか2017年ですねになんか遅延型アレルギーっていうのをチェックしてから食にすごい気をつけるようになりましたね。アレルギー検査ってことですか。そう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 。でもなんかあれですよね気づかないようなアレルギー。そう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 。俺乳製品と卵が出たんだけどそれを1年間もう完全に抜いてでシーズン終わって俺カスタードとかさ、うん、ケーキとか好きだからめっちゃ食べるじゃん。そうするとすっげえ体調悪くなる。で俺、うん、あやばいこれ熱風邪ひいたわと思って体温測っても全然問題ないの。ちゃんと自分に合わないものを1年間バッとか 何ヶ月とか抜くとあ自分に合わないものを取ってたんだなっていうのを分かるようになる。だから俺言ったら間食で言ったらあのスポーツ羊羹羊羹いや美味しいけど確かにあれなんか練習前とかもよくそう練習前もスポーツ羊羹で、うん、でもそれってまあ現役中はもちろん続けられると思うんですけど引退しても引退したらだから俺もうブクブク太るよね絶対引退したら食べますだってやる必要ないじゃん、ね、やる必要ないですよ、ね、うん飯の量とかも
次の日の練習の予測をして減らしたり、あの8日目のやつとかさ、メインのとこ漬物しかないからね。うん、少ないですね。なんかなんでなんですか。え、だから次の日リカバリーとかかなっていう予想で食のその量を減らしてコントロールしてる。例えばこれで夜お腹空いたらどうするんですか。お腹空いたらスポーツ羊羹とか、あ、もうそういうのでをちょっと多めに食べたり。取れ過ぎたらエネルギーが余って脂肪になるからですか。次の日そんな動かないんだったらそう太っちゃうじゃん、まあ、代謝ももう28超えてからもうだいぶ落ちたなって感じるから。え、28超えてんすか。おい、ふざけんなよ。ほとんど同い年じゃないですよ。ほとんど同期で今日やってんじゃないほとんど同期なんだよ。12個上だよお前。12個。うん、若い時は結構別に気にして、全然気にしないで食べてたよ。からやっぱ1年間通してこれがすごかった、体重の。ああ、浮き沈み気にしだしてからもうほんと1年間ずっと、0.5 キロ以内よ多分。すごいな。昼だけ、そう、昼は自由で、昼だけ自由でした。みんな各自本当に好きなもの、寿司だったりとか、そのホテルから出て自転車借りたりタクシーとかでホテル付近のお店行って、じゃあ鹿児島の有名な、どうしました。俺、王ちゃんとタチとなんか鹿児島の郷土料理屋さんみたいなの行って、豚骨っていう料理あったの。できましたよ。そうあれのなんか、そう、その本当のお店のとこのから食ったらやっぱ美味しかったよ。太陽は、僕は結構大人数で、あれ、大野勘三君と同部屋やったから2人で店入ったら、そこに結構タリークとか、なんだっけ、長木君とか、さつま味、さつま味、そう、俺らもそこ行ったのよ。行ったんすか。行って、あ、そうや開けてガラガラって行って電話して行ってんのに、今日すいません用事があるんで早く閉めますとか言われて、で、めっちゃ美味しかったです。奥見たら、あれ、タリクとマチノの背中があって、その後になんかみんなで写真撮ってたから、ああんなにいたんだと思って。あそこはね、めっちゃ美味しかったけど、お寿司とかお刺身とかあったところでしょ。うん、そうっす。で、僕とシュートさんとかがとかがなんかまかない丼みたいなのあったんですよね。まかない丼って普通なんか、まあ、いろんなの作りながら、はい、トン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 と、はい、はい、みたいな感じで来るかなと思ったら、一番遅くて、もう、まかない丼以外の人、もう全部食べ終わって、みんなもうそろそろ帰ろうかぐらいの時にまかない丼来て、すっげえこだわりなんだよ、ちょっとなんかみんなイライラしながら食べたら一番美味しいから、チャラみたいな、それぐらい美味しかったです。あ、12日目のなんかビーフシチュー煮込み、あ、めっちゃ美味しかったね、うん、肉トロトロだった。確かにめっちゃ取ってるもんなあメインに、あとあれめっちゃ出たっすよ、なんかエビとなんかイカみたいなのが入った。あ、出たね。なんか何で煮てるか分かんない。俺もエビって大好きだからめっちゃ食べたわ。あ、ガーリックシュリンプも一回出ましたよね。あ、出た。何が一番美味しいとかありました。何が一番美味しかったか、うん、なんかさっき太陽はなんか、ああ、いや俺それで言ったらデコポンかも。やっぱデコポン、あれデコポン酸っぱくないですか。え、めっちゃ甘いしめっちゃみずみずしいじゃん。で、あれ皮ごと言っていいって言って、それ金柑え、俺、え、デコポンは、うん、デコポンオレンジ、これ味覚で全部出てるじゃん。オレンジ、お前がオレンジだと思ったやつは多分デコポンだったんだ。あれ、あ、そうなの。そうだよ。あ、じゃあ俺が最初に言ってたやつ全然違うものの話してた。金柑の話してた。でこう金柑もでもめっちゃ美味しかったけどね。金柑むくのむずくないですか。え、むかないよお前。あれ皮ごと金柑むく人初めて聞いたけど。あの形してむかんのはせこいでしょ。いや俺思った。だから食べ方聞いたもん俺直樹君に。皮むいたの。いやなんかあれむけないでしょ。そう話してましたね、カズ君と。え、カズ君もそういう食べ方してた。カズ君も多分まだ知らないですから。カズ君はまあちょっと、まあまあマジでこれオレンジがデコポンって驚きが今俺半端なくしてるんだけど俺お前、ね、何15日間デコポンオレンジだと思って食ってた。ずっと美味しいオレンジだなってずっと食べてて、今ここで知ったデコポンってなんだろうと思ってて、ずっとおかわりはないですね。もうなんか取った量食べたらもう結構お腹いっぱいになる。自分たちはこれにプラス、まあ、ご飯があるかなっていうぐらいで、うん、なんか特製でやってましたよね、一回作ってくれたあのミキサーで。ああ、フル、なんかミキサーがあって、でフルーツいっぱい置いてあるんですけど、もういろんな入れて、でも毎日飲んでたな、あれ昼も。それをなんかブレンドして僕にあれご馳走してくれたりして、すごい美味しかったんですけど。でもね、あれね、大和くんの出力じゃないって僕分かってて、実は何がなんかこう
これいろいろ混ぜたからみたいな、今日は何入れたからとか言ってすごい言ってくるんですけど、結局蜂蜜でごまかしてるからあれ全部。あでもさ、蜂蜜入れたらめっちゃうまいよ。全部美味しかったでも、あれすごいいいよね。なんか俺だからあのキャンプ中にミキサー買ったっすもん、家に届くように。もうハマっちゃって変わってるな。キャンプ中に買って、やってんの？使ってる？だから家で、だからバナナとかイチゴとか買ってきてやってるんすよ。夜とかあの入れるっすけど、でもやっぱミキサー買ったけど悪いじゃないですか、うん、キャンプでは当たり前のように食材が提供されてたけど、揃えることの難しさあります。いや分かる、だから洗うのもめんどくさいし、使った後確かにね、フルーツは高いしね。そう高いですよね。あと僕がなんか思い出すのはチーズあったじゃないですか、三角形の、覚えてます？いや俺ニュースで見たからチーズ食ってないから。でもあったの知ってます、うん、三角形のね。あったかな、うん、まあチーズみたいな、うん、で僕チーズ好きやから、うん、明太子と一緒にチーズ取るんですよね、うん、でチーズとご飯いきますよね。え、何の話？そのチーズ食べて、あ、ご飯のお供にってこと？そうそうそう、ご飯お供というか、なんか別に間にとろけてないんでしょ？とろけてない、普通のチーズが。いや行くのそれ。え、そう、それをなんか僕がなんか肉食べてご飯食べて、まあ味噌汁かって飲んで、でチーズ食べた時になんか阿部くんが横からこうやってキモみたいな。いや、一緒に行くみたいな。いや、それは阿部ちゃんの方が正解だと思う。バグってるやんみたいな言われても、俺からじゃなんか別にいつ行ってもさすがになんかお菓子とかは違うけど、チーズは別に良くないと思うんですけど、これもジェネレーションギャップですかね。いや違う。お前それ人それぞれ。それで片付けんなよ。違うか。僕は食事の時はほぼ飲み物飲まないです。え？飲まない。なんで？飲まずに飯ずっと食ってるってことですか？え、変なのそれ？え、絶対水飲まないとご飯。え、逆に自分あの飯で500ミリのペットボトルが半分以上なくなるっす。逆にって別にそんな飲んでなくねそれ。一本ぐらいなくなったらさ。まあまあでも飲むときはまあ一本本当に飲み切れちゃうっす。え、でどこで飲むのだって。だからお肉食べます、うん、あ、サラダ食べます、お肉食べます、ご飯食べます。水飲みますみたいな、一回リセットみたいな、一回リセットされるみたいな。水飲んで、水なしやったら飲み込むのめんどくさくないですか？めんどくさい？てかなんか飲み込みにくいっていうか、最後のなんか、うん、最後いるじゃないですか。え、全然ないそんなの。飲み込むのがむずいから水で流し込む。だから味噌汁とかもめっちゃこう飲みながらご飯食べる。あ、味噌汁は、あ、だからこれが水分、味噌汁が水代わりとか考えてみる。水いる？例えばじゃあ最後のヨーグルト行くってなった時に、うん、一回口の中のものリセットしたくない？それ味噌汁、俺味噌汁はデザートの前には絶対残しとく。あ、味噌汁でリセットするんや、うん、そう、最初に味噌汁一口二口飲んで胃温めて、でその味噌汁は残しといて、味噌汁だと味あるからさ、リセットされなくない？まあちょっとわかるけどな、俺最後なんか味噌汁ちょっとでもいいから、絶対最後味噌汁ちょっと残ってるのを飲んで、で水飲んでいくみたいな。だし、うん、ヨーグルト食べた後最後。あ、確かにそうっすよ。フルーツ食べた後ヨーグルトの口じゃないですか。いや俺乳製品食べないからヨーグルト食べない。あ、じゃあだからフルーツでもフルーツでも一緒っす。これヨーグルトじゃないか、あどれヨーグルトないよ。あ、まあ、いやフルーツ食べた後フルーツの口じゃないですか。フルーツの口がいいじゃん。違う、フルーツの口のまま部屋帰れないじゃないですか。え、なんで？フルーツの口のまま帰るよ俺。フルーツの口のまま帰んない。なんで？なんで？あれですね、一回水で最後水で最後飲んで回し込んで、でもあ、ご飯終わったみたいな。え、なんでフルーツの香りしてた方が良くない？いや、そんな別にガムじゃないんやから。なんやねんこの話。まあでもね、食は本当に大変大切なことだから。そうですね、だから改めて思いましたよね。独身だからなんていうその、直樹さんとかだと多分こう作ってくれる。どうしてんの、直樹さんとかいきなり言い出してお前。そこに違和感めっちゃ感じるわ。いつもと違う、うん、いつも俺なんて言うんだっけ、ヤーマンって呼んでるヤーマンだよお前。ヤーマンがなんかその、うん、なんだろう、なんていうのその、家でこう結構意識できてるけど、なんかなかなか独身だと、うん、外食も多分なんかそう多くなるし、やろうとしてもできないこともあるけど、でもそれはでも言い訳なんかな。そう、言い訳だね。じゃあそれはもっとでもなんか薄々もっと栄養のこととか、まあ、自分の食に対してはやらなあかんとか話してましたよね。そうね。けど何をやったらいいのとかとか分からへんかったけど、まあ、こうやって見たら実際意識、キャンプ中にも意識できることあったやろうし。そう、キャンプ中が一番できるわね、うん、自分で取れるから。確かに、そう、ね、だからそういうのを生かすっすね。でもなんかだからこそか分かんないですけど、うん、キャンプのありがたみっていうか、
その独身からすると、うんうん、こうキャンプっていうののありがたみが本当に感じれるっていうか、こう朝昼晩こうもう栄養バランスが整ったご飯が絶対にこう出てきて、うん、で自分の好きなもの取れる。オフの日とかね、そうオフの日とかここでこう朝ご飯とかいつまでだけど出ないから、朝起きたらまず好きやの 朝定食するのね。それぐらい独身は自分から作ろうとならないですもんね、あんまり。まあでも俺が気づいたのは2017年だから27だから、まあ確かに前まだ20だろ、うん、今から学んだら俺よりもいろいろ学んで俺の年になった時にはもっともっと詳しくなるんだから。確かに。だから帰りとりあえずバナナ買って。そうね、うちに来る、うん、じゃあ今日バナナミキサー あります。ミキサーある。蜂蜜だけよ。いや蜂蜜もあるから。家めっちゃ近いもんね、はい、まあでも今日だけじゃなくていつでもいるからさ、いろいろ聞いてよ。はい、嫁に、嫁に聞くから。いや、あんたちゃうんかい。詳しいのはロボットやったんかい。俺は出してロボットや。嫁に出してもらった飯食ってるだけだから俺は。